東東京都立川市と東大和市とにある西武鉄道多摩都市モノレールの駅駅番号は、西武鉄道が SS33、多摩都市モノレールは TT17、西武鉄道の灰島線と多摩都市モノレールの多摩都市モノレール線が乗り入れ、接続駅となっている。所在地は、西武鉄道が、立川市幸町6丁目36の1、多摩都市モノレールが、 東山都市桜が丘4丁目19である。西部拝島線の京上駅舎と多摩都市モノレールの改札口が南北方向の自由通路を挟んで位置し、同一平面で乗り換えできる。自由通路は西部拝島線ホームをまたぎ、両線の駅出入口として機能するほか、立川市側と東山都市側を結ぶ歩行者通路にもなっている。現在の駅構造となったは、 1998年の多摩都市モノレール開業である。それまで西部廃島線は駅の西側において芋久保街道と踏切による平面交差となっており、ホームは踏切脇に設置されていた。駅舎は芋久保街道に面した南口と駅前ロータリーに面した北口があった。多摩都市モノレールの建設と同時に芋久保街道は 踏切横断による慢性的な渋滞を緩和させるために拡幅されて線路の下をくぐり、西武廃島線の駅は移設、強常化され、新設された多摩都市モノレールの駅舎と連結された。西武鉄道の駅としては現在でも以前の旧駅舎が残されている非常に珍しい駅でもあり、駅南側2989年の駅ホーム2面3線火事に、 建てられた前駅舎の建物が残されている。その建物は、玉川上水駅駅看板は剥がされ、旧券売機売り場だった跡地はシャッターで閉鎖されている。ものの、1998年3月のダイヤ改正時のものと思われる時刻表のみは、現在でも掲示されたままとなっており、下り廃島駅ホームより目視で確認することができる。 なお、この建物横の旧改札口のあった場所は現在、駐輪場となっている。この建物自体は、駅舎の機能は失った後も、西武鉄道の敷地内の一つとして残されているものと思われている。島式ホームに面三線の京定駅であり、中線の両側をホームで挟む形になっている。駅番号は SS33。東側に玉川浄水車両基地があり、 始発、終着駅にもなっている。当駅から、灰島方面は、武蔵砂川西部立川間を除き単線となっており、日中は6本のうち2本が当駅止まりになっている。また、ダイヤの乱れ等発生時に、当駅で打ち切り運転する場合がある。灰島延伸時に設置された、ゼロキロポストが、一番線ホーム中央付近にある。二千十八年三月より十二月まで、 グデタマとのコラボレーションキャンペーンとして、当駅を、グデ、タマ上水駅と名乗っていた。乗り場相対式ホーム2面2線の高開駅。乗り場各年度の1日平均乗降人員は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員推移は、下記の通り。北口ロータリー、立川市と東山都市との境にある。また、武蔵村山市の南東端及び、 小平市の生誕も近い。北方に団地が広がっており、立正厚生海付属、厚生霊園、東山と南公園のほか、昌平方には東京都立東山と領域センターがある。玉川上水に面しており、両岸に整備されている緑道を散策したり、ジョギングをする人が多い。上記のほか、立川駅方面からのバスは、桜ヶ丘団地北バス停からも、 上降可能である。駅の南口すぐのところを玉川浄水が流れていることによる。ありがとうございます。